れが台北101です。見えるかな、あの奥にあるのが台北101。政治大学のこのエリアからだとだいたい15分ぐらいかな、あのバスで行けます。緑1とブラウン18で行けますね。で、ここが通ってる大学です。政治大学ってとこです。台湾の文系が有名な大学で、多分台北の中だと2番か3番手ぐらいの大学で、1番はもちろん台湾大学。ただ学部によっては政治大学の方がなんか入るの難しいっていうことは聞いたことがあって、まあもちろん優秀な人がめっちゃ多いので、正直あのグループワークとかしてたら、あこの人たちすごい優秀だなって思うことはたくさん多々あります。まあ外国人枠で入ってるので、まあ正直言うと外国人英語入試みたいな、まあなので外国人の入る難易度と台湾人の方が入る難易度は全然違うと思ってもらって大丈夫です。まあもちろん外国人だから誰でも入れるわけではないと思うんですけど、ある程度のその中国能力と英語能力と志望動機とかが整ってれば、まあ入れます。大学院にも、大学院もあって、そこも日本人の方何人かいて、先輩とかも、まあもちろんその大変だったとは言ってましたが、そこまでもう大変だっていうわけではなさそうです。まあ大学院自体がそもそも専攻のあのプロセスが学部ともまた違うので、そこもまあちゃんと調べてもらって、まあでも正直いい大学だなと思います。何が一番いいかっていうとですね、あの大学の周りに誘惑するものが何もないんですよ。見てもらっても分かるように、あのまず地下鉄までも結構歩かないといけない、歩くのは現実的じゃないな、あまりバスとかで行かないといけないし、結構この、 あの隔離されたエリアなので、研究とかをする方にとってはすごい最適な場所であると思います。まあ、あともちろん施設とかのその図書館とか利用することがすごく豊富なリソースがあるので、そこもおすすめですね。台湾大学と比べると本当にキャンパスも小さいですし、台湾大学は端から端まであの自転車で行くのでもう15分20分かかってしまうんですけど、政治大学だったらもう本当どこ行くにも歩いて5分10分で行けるので、それはいいところだと思います。あと留学生も積極的にあの取り入れられてる大学なので、取り入れるって変な言い方だな、だからあのグアテマラとかハイチとか結構中南米の方からの留学生も多くて、結構あの大学の中でですね、まあ、よく言われるグローバルな環境にはなっています。あとこの大学に来て僕が思ったことはですね、台湾の中でも本当にいろんなところから留学生じゃないや、あの出身の方が来るんですよ。台北の方だけってわけではもちろんなくて、台中、台南、高雄、高岡なので、あの本当にその台北にいながらいろんな台湾のいろんな地区の人と知り合えるのはすごくメリットだなと思います。まあ、もちろん逆で高雄の大学、台南の大学に行っても台北の人はいると思うんですけど、それほどその全地区からいるというよりは多分台南の学生が半分とかそうなってくると思うんですけど、ここは台北の人だけではなくていろんな人がいるので、そこはいい点だなと思います。もちろん多分あの大部分の人は台北だとは思う、台北、新北、桃園ぐらいの人が多いと思うんですけど、そこもいいところですね。はい、じゃあ今から銀行に行くので、ちょっとこっから映せないので、この風山、風山茶を、玉山銀行でちょっと振り込んできます。家賃です。それでは。